年齢は全然気にしてないけど、そういう人って身なりとかもあんま気使ってないっていうか、雰囲気素敵な人だったら別に同性とかでも問題ないし、うん、結構比例してるかなってちょっと思った、考えたことないけど、自分がもし関わる人だったら同い年ぐらいかな、ちょっと嫌かな、24歳ぐらい、関わらない人だったら何でもいいけど、そうだね、27とかじゃない最高。私は20代までならいける。さすがに40歳とかだったらちょっと、おおってなる。40歳の人に初めて注げるんだって思ったうん、ちょっとね、ちょっと緊張する。え、大学、大学、なんか大学で卒業してなかったら、なんかその人ちょっと問題あるなってなっちゃう。そうそこで一回なんか区切りつけちゃう、自分の中で。その人モテないんかなってなるよ。わかる、めっちゃわかる。なんかわかるわ。私は気にしない。でもなんか見え張ってさ、なんか嘘つかれて、あ、キモくない？それはキモい。おどおどしてんの無理、あ、わかる。めっちゃわかる。あの、なんかね、嫌だよね。え、なんか女々しかったりして嫌だよね。なんか、あ、そこでちょっと冷める気がする。え、わかる？なんか、なんかちょっと冷めない、そこで。あってならない。チャンネル登録お願いします。